実は昔村井先生僕と二人で謝罪の意味を込めていろんなことしてきたじゃないですか。店員やったりとか、もっと大きな話ができちゃって。ほら映ってんじゃんもうここに。パズドラマンチョコをすげえ売れると思ってうちの社員がすっげえ発注したんすよ。すげえ発注したんすよ。そしたら全然思ったほどは売れてなくて、っていうかご発注っすよこんな。何考えてんのっつって。僕も反抗したよ。リンにアップバンクのリンにどうなってんのって話もすごいわかるよ。売れるっつってるからやればっつってやったら、でも実際売れたじゃん。売れたんすよ。すげえ売れたじゃん。こんだけ売れると思っていたっていうのが全然ご発注なんですよ。見込み違い、はい、すげえ売れたんだけど見込み違い、うんうんうん、で謝罪の意味も込めて売らなくちゃいけないんですよ。おお売ろうよ、売ろう。で確かスーパーセールするんだよねそのための。そうです、スーパーセールページが、あ、そうなの、うん、そんなんいい話じゃないか。スーパーセール始まるそうですよ。奇跡のカーニバルが開幕ですよ。そういうこと。あるページ、ページ今村井さんに送ります。送った。ちょっとメール見てください。拝見します。うわコンビニとかでよく見るやつ、仕入れすぎてごめんなさいキャンペーン。これちゃんとやるの簡単。3万個売れたらすごいノベルティ作ります。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、え、何個仕入れたの。まあいいや、触れないでおこう、触れないでおこう。で、ごめんなさい、パズドラマンチョコを仕入れすぎてしまいました。このままでは賞味期限の10月末を過ぎたら全て破棄しなくてはいけません。そこで皆様に少しでも多くお買い求めいただきたいため、パズドラマンチョコを最大 30% オフで販売いたします。さらに7月末までにパズドラマンチョコが3万個売れたら、アップバンクストアウェブ店長の伊沢がこのキャンペーンの販売金額ですごいノベルティーを作成します。すごいノベルティー。Z ちゃんのフォロワーのみんなが1個ずつ買ってくれれば、ちょいちょいちょいで達成できるのです。責任感ねえなこいつ。そんなこと言ったら私の Twitter のフォロワーの40人に1人が1個買ってくれたら達成できる10年YouTube マックス村井チャンネルのチャンネル登録者数の40人に1人が1個ずつ買ってくれればちょいちょいちょいで達成できますよ。確かに助けてほしいね。これ見てください、この1箱セット30個。これがあれやろ。これだ、1箱セット。これがいいだろ、これが。皆さんその上見てください、そのさっきのセットの。セットの上を見るよ。んこれ300個セット10箱セットやばい。この文章、文章読んでください。文章、すごいノベルティを実現させたいならこれを100個買えばすぐだ、すごいノベルティを作らせてください。あ、ほっぽい。すげえ。買ってくれんのこんな、なんか軽いノリで。バカだ。え、でも村井先生買ってよ、じゃあ責任取ろうよ。300個10箱もうすぐ後ろにある。じゃあ僕半分出すよ、金。お財布あったから。じゃあ1箱ください。1箱ください。お金の取引を動画で普通に撮影。じゃあもう1箱分バイトして。ダメだろ。じゃあ2箱、2箱じゃあ2箱。じゃああ、責任とは。ちけえよ。どこからだよ。アップバックストアから来ないんだ。アップバックストアから来ないんだ。あれが。で、はい、これで、でもせっかくみんな買うんだから、うん、10パック、10個買ってもどう食べていいか分かんないじゃないですか、はい、だからリオナリが、いや1日に1個ちょっとずつ食べればいいやん。そうじゃ間に合わない。それじゃ7月末にすごいノベルティ来ないんだ。あとやっぱいっぱい大量買いすると飽きちゃう。そう、同じもの食べると。まあね、どんなに美味しいものでもね。そう、だからリオナリがローソンに行って食べ合わせのグッズを買ってきたって。買ってきました、いっぱい牛乳。もういろいろ買ってきました。食べましょう、もうこれも。で、そうやって提案することでみんなも食べてくれるかなっていう気持ちらしいよ。そう、美味しそう。ええ、しかもこれナチュローじゃない、行ったの。村ちゃん飯食ったの。食ったよ。僕もすっげえでっかいカツ丼食ったばっかりだけど。あ、見たツイッターで、うん、よし、もうそこにあるハーゲンダッツ単品で食いてえわ。マルチパックストロベリー味。はいはい、というわけで買ってきました。すごいたくさんな。合いそうなものをね。牛乳とかチーズとか。
ナッツとか愛用がないやろ。いや、ウエハース。いや、これが意外と。だってナッツの中に入ってるから。いやいやいや。ポテサラとか意味わからんやろ。あるって、これポテサラ。いや、これただ食べたいだけだろ、ポテサラ。こうやって開けて、これで開けて、ワンチャンある、ワンチャン。生ハムとか超意味、あ、生ハムメロン。あるよ。チョコレートと生ハム。なるほど。分からん。いや、僕ね、村瀬、これで本当の幽霊寿司作れって言ってるんだと思うんだよね。幽霊寿司、引っ張るね、福岡から。ちょっと、平野に送るもなんなんで1個ちょっと。ちょっと。じゃあ、大島くん1個あげれじゃん。大島くん、あげる。はい、あ、ありがとうございます。じゃあ、とりあえず1個。やりましょう。ちょっと長いっすもんね、ドロドロになりそう。やばい。え、30個1箱だよね。1箱に30個。30個だよね。じゃじゃーん。じゃあ、とりあえず1個開けようか。で、僕も開けるわ。で、ヨナもあげる。はい。あ、美味しいんだよね、普通に食べて。いただきます。うん。じゃあ、僕、ブラックディオス当たったわ。シール、ハーデスでした。ちなみに、確か今この後ろのやつでこの人ゲームファイターに顔似てるよね。3000個ぐらいあるのかな、これ3000枚ぐらい。え、ここに後ろのこれだけ。え、ここに3000個あるの。3000枚、それ以上あるかも。え、だって1箱30個だよ。100以上あるでしょ、これ30個かける8ボックスかける13段ボールなんで。あ、100箱だ。100個、うん、101箱104箱。いや、そういう質問あるんだけど、はい、ここに108個パズドラマンチョコのこのボックスを100箱ここに置いて何がしたいの。全部食べる。いや、やっぱ食べる。こういう絵が撮りたかった。今時じゃん。今時じゃないですか、やっぱ今時背景にこう何個パズドラマンが出たかっていう、その統計を取るっていう、そういう動画を作る。めっちゃ YouTuber やん。そう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 。みんな何が出たんですか、うん、うちの社員全員で100箱食べるっていう。おいしい。うん、パターンもあるや。早速ね、やりましょう他の。あ、うまいね。結構ミルク感強いんだね、これ。はい、もうお皿も買ってきたんで、このお皿にインしていただいて。インしてみる。インしてみていただいて。やっぱ、組み合わせて食べましょう。ババーン。まずは単品で。あの、これ。いや、ちょっと待って、単品で食いだめっす。まずは単品で食べます。ダメだ。単品で食うなんじゃないっすね。牛乳って何なの。クラッシュして中に入れて飲むとか。それもね、考えます。ハーゲンダッツ。まだ柴崎コウもびっくり。ハーゲンダッツ。おいしい。アイスアップ。早速パズドラマンチョコを買ってもらうための動画なんだよ、これ。早速やりましょう。そんなふざけた気持ちじゃダメだよ、我が社は。伝えましょう、パズドラマンチョコの可能性を、うん、もっとポテンシャルがね、高いっす。みこと爆心。いいじゃん。イエーイ。すっごい言わされてる感じ、ね、すっげー言わされてる感じ、ね、さあ、じゃあそんなことだ。ウェハースに、じゃあステッキンして。カツ丼の後のビックリマンチョコやべえな。パズドラマンチョコか。いや、私とかカレー食ったわよ、昼飯、うん、予期してなかったよ、こういう1個食った。お昼過ぎに自分の机の後ろにこんなパズドラマンチョコを積み上げられるというのを予期してなかったよ。しばらくこれ動画撮るじゃない。いただきます、ハーゲンダッツのせ。絶対うまいでしょ。どうすか、ハーゲンダッツとパズドラマンって感じじゃないの。なんでそんな下げに行くんですか。なんかね、びっくりしたよ。ストロベリーって結構アイスの中でも冷たい方じゃないですか。あ、甘い方じゃないですか。で、私バニラとかクッキー&クリームとかあるんですけど、まあストロベリー好きなんですよ。で、そのストロベリーを乗せてパズドラマンウェハースをこの食べた結果、なんとパズドラマンウェハースの方が甘い。
甘そう。本当に。で、このハーゲンダッツのこのストロベリーが非常にあの冷たさというか、なんかいい感じのアクセントになってます。メリハリついて。うん。コントラストが効いてる。イエーイ。お。イエーイ。あ、あともう一個。ない。これ水っぽいじゃないですか。しなってくるのがいいね。やっぱさ、ウェハースはしけってないと美味しくないよ。しけってるウェハース超うめえよ、やっぱり。僕はあのマクドンのポテトをすげえ放置して紙みたいな味してるのが一番好きだもん。マクドンのポテトはな、うん、しけったウェハースが一番うまい。しけりが、しけりが欲しい。ほら、贅沢。うわ、アズドラマンウェハースオンハゲンダッツ。まだ食べたらこう話しぬぞ。で、うん、あ、ヨーグルト。あ、これはやばい味だ。え、こうおじさん無理だな。しきり感は上がったよ。僕が考えたのは、うん、これ濃密ヨーグルトだってよ。あのね、え、なんなの、なんか僕らはなんなの、これ、これなんなの、なんなのこの動画。食べよう。かけてるよ、すげえかけてるよ。しかもなんかすごい楽しそう。この動画の終わりが見えなくなってきた。いいよ、やばいよ。これ多分もうその2行ってるよ、この動画。村瀬先生、村瀬先生、飲んでないのに。行ってない望みも知らない。行ってない、行ってない。しかもこれ明らかになんかツイキャスとかで流してなんか後で削除した方がいいんじゃないみたいな雰囲気が醸し出されて。牛乳飲んでいい？いいっすよ。いいね、このまとまりのない感じ、やばいね。マックス村井史上、なんとも言えない感じ。え、これ言っていいんでしょ？いや、まだ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 なの？牛乳うめぇ。まだまだ美味しい牛乳、超うめぇ。バナナ、バナナ、バナナ、バナナと、あ、むけない。あ、何これ。バナナがむけない。バナナ、バナナ、バナナ。おぉ。いいっすね。バナナ、バナナ、バナナ、イエーイ。で、これをなんで全部皮から取っちゃって、これをこう、バナナ、ハーゲンダッツここにあったら私ずっと食べちゃうから今ね、フェスにあげてきた。これをこう、わかるよ。こう今んとこ何枚食べた？まだ4枚だよ。全然意識低いじゃん、僕ら。リオナリさ、何の放送か分かってんの？アドラマンチョコ食べると声大丈夫ですか？これ風邪ひいてんの？ほら、5枚目いったぞ。いや、ウェットティッシュ、ウェットティッシュって僕たちの責任感見せてやんないとダメだぞ。この大量発注に対するケツの置き方ってのを見せてあげないと。人ギガマン、やっぱ僕らが美味しく食べないとダメだと思ってる。これ、こういう生放送が触れば、あれツイキャス？違う、あそこで店舗で新宿で伊沢が責任取って食べ続ける動画でもやった方がいいんじゃねえのこれ。あ、そう、伊沢さんは今回ね、あの、もろもろ忙しくてね。ふざけんなよ。あいつ発注したんだよ、お前。本当に発行したのこっちだけど、あいつ発注してるんだよ。本当に謝ってます、本当に謝ってます。責任感ないの、あいつ放送だよ。伊沢がこれを食べ続けるスケジュール感が欲しいよ。動画のね、スケジュールがあんまりさ合わなかったんですか。もう帰ろうよ。どうですか、見てください。何これ、何その満足感の高そうな感じ。ナッツを、アズラマンチョコにヨーグルトをかけてバナナを乗せてナッツをかけてみました。これは今流行りのグラノーラ風ですよ。グラノーラでよくね。いやいやいや、ダメだろ。いやいやいや、うまいの、どうなの。いや、わかんないです、食べたことないです。これがやりたかった。すごい手が込んでるね。材料費の方が高いってやつね、よくあるスラマンチョコを食べるために組み合わせの方が高いっていう。要は僕が伝えたいのは、朝ごはんでもういけるよって。あ、米の代わりにね、グラノーラ、グラノーラもいいけど、バズドラマンチョコも、チョコ風味もするしね。お母さんに明日の朝ごはんをこれ、これで作ってねって
いただきます。どうぞ。うん。それ知ってる人で。あ、朝。本当に。朝。リオナの食レポっていつも嘘くさいからいいよね。なんかね。何朝。バナナと一緒に食べてください。バナナと一緒に。ナッツ邪魔じゃねえ。朝感高くないですか。うん。でしょ。ヨーグルトがもうかかってるだけで朝感高い。でバナナも。でもヨーグルトの力よこれは。いい朝食ですよこれ。なんか絶妙じゃないですか。パズルマンチョコの甘みが。若干このヨーグルトで染み出してる感じ、ね、いわゆるブルガリアヨーグルトのグラニュー糖を演出してるみたいな言い方。そうありでしょ。俺も気になってるんだけどさ、ハーゲンダッツ溶けるで。これ冷凍庫入れてきた方がいいんじゃない。あ、やばい。すごいハーゲンダッツ気になってる。やばいこれ作ってあげた。あ、ユーレイト作ったんだ。ユーレイトシーズで、僕、うん、パズラマンでやりたかったことがある、うんうん、その幽霊寿司を思い出したんですよ、うん、桃鉄の旅の途中で出てきた挟めるじゃんってパズルマンチョコなら。で、僕が持ってきたのはこれです。バームクーヘン。ちょうどいい大きさだったので、これをちょっとこれ持ってこれを関係なくね。関係なくね。え、この動画ってさ、成立してるの。してる大丈夫皆さん。でも YouTuber みたいだよ。たまにはこういう動画も必要。 YouTuber ってこんなことしてるの。してる。私あんまりこういう系のやつ動画見ないんだけど、基本的に。はい。うわぁーいたうわこれはね、これはね、なんか認めたい。見た目が素晴らしい。これは認めたい。思ったよりも全然すげえそれ。超イケてそう。パズドラマンチョコバーガーでございます。これは超イケてそう。いや、イケてますよそれ。これイケるわ。ほらすっごい絵だな。だって行ったことないけどなんだっけ、フーターズとか売ってそうじゃない。こういうの売ってそう。フーターズとか売ってそうだよね。行ってきたけど売ってそう。売ってそうだよね。売ってそう。売ってそう。あるよ。フーターズにあるよ。サイドメニューだ。うん、お、行った。行った。何それ。どうぞ。どうなの。言ってみたものの。フーターズにありそうなの。お、あり。あり。本当かよ。生クリームとか欲しいね。生クリーム欲しいんだって。いや、じゃあヨーグルトでええんちゃう。ヨーグルトいいんちゃう。ヨーグルト、この穴の中埋めたら、ここに穴あるから、うん、穴に、あ、リオナで本物っぽくなってきた。ほら、YouTuber みたい。あ、本当だ、すごい、うん、生クリームみたいに。いや、結構いけるで。ヨーグルトちょっと全面的にベーグルにレアチーズを挟んだみたいな。これじゃあやったらムニって出るから。コンセプトはね、バームクーヘンを挟んだコンセプトは水分を持っていこうっていう。あ、口中の水分をなくそう。なんでだよ。なんで。ほら、コンセプトが下げにいってるんだよ。マジでほら、山本さんも応援してるよ。頑張れって。頑張れって。すごい、この勢いでもう10枚以上なくなってきた。マジで僕今日カツ丼むちゃくちゃ食ったんだぞ。さすがにさ、30オーバーのさ。さ、2人でさ、体でさ同じだけ走ってもさ、2年前と比較した時に全く痩せていかないという、その体の質もどんどん変わってきてるという、このおっさんがさ、さっきお昼ご飯では私カレー食べてさ、その1時間も経ってないようなこのタイミングでこんなにウエハースを大量に食べ続けるとか相当辛いんですけど。責任感だよそれが。責任感。元社長の。でも案外うまいんじゃないですかそれ。いや、言ってみ。もっと社長。ヨーグルトこぼれないようにちょっと注意だけして。全然想像できない味が。あ、全然ええでしょ。持った時の安心感すごい。うん、びっくりするやん。もう一枚いこうか。お、
え、結構すごいやろそれ。これはすごい。全然ないでしょ。え、これね、バーガーっす。バーガー、マジマジ、うん、完全にボリュームはバーガーで、全然もう、ごめん、ね、ちょっと汚くなった。私メガ、メガラザーニャにしか見えないんだよ、ね、全然いける。ほらほら、このね、すごいよこれ。チーズとかしていて、すごい塩味を感じる。なんかすごいあるでしょ、すごいこれ。違う、なぜかパテとミートになっている。違う、そうなんですよ、塩味を感じる、ね、だからありなんだよこれ。なんだ、すごいよこれ。味覚が狂ったんだけど、バームクーヘン食感とかも相まってすごいですよ。甘さは何も感じなくなったんだけど。うんうん、なんだろう、いや甘さはある。甘さバーガー食ってる気持ちになった今。でもあのかじりついた感は完全にバーガー。ちょっと一回止めるよ、落ちたらなんだからさ。はい、はい、じゃねえよ、自分で行け自分で。あ、生ハムサンド。でも僕はその想像した時に、あ、そう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 、忘れちゃいけない、僕買ってきたんですよ、チーズ、チーズ、おお、クリームチーズ。これ合うよ、クラフト、あのあるじゃないですか、合うよ、クラッカーの上に全然合うよそれ、クリームチーズと生ハム、それです、合う合う。やっぱり社長にそんなね、チョコだよ、生ハム挟んであげる、チョコだよ、え、全然合うよ、大丈夫だよ。初ドラマのチョコってさ、これをピーナッツじゃないんだよ。あ、ちょっとこの、これだけで見せてください。おしゃれやん、ハム見えるかな、すごいな、ちょっと、あ、おしゃれやん。そうね、ちょっとあのマダムたち のホームパーティーみたいな、午後のアフタヌーンティーみたいな。これに蜂蜜つける人もいるよね。うん、蜂蜜かけたら、蜂蜜ありますよ、いいね、いいね。それ、ね、目で圧力。蜂蜜いいじゃん。今社長の圧を感じた。ベストマッチじゃん、ベストマッチ。行く？一応あのほらバーガールール的にはさ、ハムチーズ、まあ、ハム蜜じゃね。あ、でもとりあえず蜜なしって言ってみますか。蜜なし OK、 蜜なし OK、 まずはね、うん、いやでもそんなにね、あかんくないと思うんですよ。うん、全然合うと思う。あ、僕も YouTuber みたい、すっごい楽しい。あのね、ここ後で掃除機かけてほしい。私のテーブル、すごいちょっと後で掃除機かけてほしい。ありでしょ。僕、結構グルメじゃないですか。うん、あり。いや、絶対そう思うもん、それ。いや、私もいける自信あるよ。結構今までの中で一番すげえ、食った時の音が、うん、その完全にパズドラマンチョコが料理になったよ、これは。でも全然あるじゃん、うまいよむしろこれ。なんでチョコを食べてるんだろうって気持ちに最後なるけど、いや、うまいよ。ハムとクリームチーズとチョコとこのウエハースのこのハーモニー、蜂蜜の代わりをやってるね。あり、全然うまい。これグルメの領域に来たね。来た、これ完全に来た、うん、あ、塩気のバランスとクリームの感じと、はい、最初生ハムがさ、このテーブルに並べられた時にバカじゃねえのかと思ったけど、生ハム超あり。じゃあもう次マックス、また次行こうよ、マックス村井たるゆえん行こうよ。村井たるゆえんって何？ポテトサラダ。私が一番好きな居酒屋メニューじゃないか。ああ、そうだ、それ最後に行ってみましょうか。本当は唐揚げくんサンドも良かったね。あ、マックス村井たるね、確かに。あ、てかうめえ。うん、いや普通にうまい。作ります、大丈夫。いや、うまいんだよ。いや、うまい、いや、うまい、うまいんだよ。うまいって、お腹が空いてりゃうまいよ。僕らみんなのご飯を食べた後だから、お腹いっぱいだから、しょうがない、しょうがない。マックス村井たるゆえんって言ったらポテトサラダで、行くしかない。あー、もう行ってください、もう全部行くしかない。でも村井さん、僕たちでこれでもう半分くらい食ったよ、箱。責任感あるよ。いや、あのね、しつこいけどね、うん、無理やで、33、4のこのおっさんがこのウエハースをその何枚も食べるという行為は、いや小学生じゃないんだからさ。これは革命バーガーだね、完全にバーガーだね。全然わかんないし、子供だったら、ね、これも
それはね、正しい。いや、それ一番うまいだよ、それ正しい。今日一番うまいです、それで。生ハムクリームチーズバズラマン、うん、それ自信を持っておすすめできる、うん、というかね、このバームうまいね。あ、バームしっとりしてる、うん、バームクーヘンしっとりバームうまい。そしてマックス村井がポテトサラダにいった。いやでもね、なんかこのクリームチーズと生ハムが合うって分かった瞬間にもうそれもなんか、うん、いける気しかしてない。ほんと？で、牛乳かける、ここにポテトサラダ。もう単品で食べちゃダメだよ。どこにも、どこにでも味見禁止だよ。どこにでもある、うん、味見禁止なんだ。なんで、なんで味見禁止なの。だってパズルマンチョコと、いいかな、味見禁止。ポテトサラダ大好きなんだよ私。しかも昼間カレーのサイドメニューでポテトサラダ頼んだんだよ。ちゃんと液丼な手に入った。同じの全然当たった。液丼なで液丼のかぶりなしってのは嬉しいね。ほぼ、あ、本当だ、かぶり全然ね、かぶりないよ。あ、すごっ、めちゃいいよ。かぶってない一体も。すげえ、すごいっすね。あー、すごい。あー、そういった。おしゃれなホームパーチ。そういった。割って乗せた。うん、割って乗せて挟む。な、は、挟むわ。挟まない。え、でも挟んだ方が見た目いいっすよ。うん、挟まなくて、挟まなくて。絶対逆にして食べてました。え、絶対ね、絶対ね、味をポテトにしちゃう、この人が。ファーストバイトがチョコだからさ、さっきからずっと。やっぱ挟みたくなる。よく味わってくださいよ。なしでしょ。可能性を信じたいんですよ、パズラマンチョコの。マックスの絶対ね。さっきのね、ハムとチーズの完成度に対してね、ちょっと。でも劣ると思うよ。上って感じじゃないですよね。普通に食えてるし。あ、美味しい美味しい。うまい。じゃあ、ひそかに7月のメニューの1品目これ出せや。前菜ですって。この人ポテサラしか食って、ポテサラしか食ってね。ちょっとね、何やってるんすか。ダメだって。風味が甘くて。あの、しょっぱいのはしょっぱいのでちょっと食べたい。まあ、こんな感じで。あ、いい仕切り方してる。ポテサラに乗っけ、仕切ってねえよ。ポテサラの水分が移っただけだろ。いい仕切り方してる。こんな感じで、どんなアレンジの仕方をしても安定感のあるね。うん、あるね。本当にポテサラ食べてみるか。うまい。本当？ポテサラ安定感ある。後ろの人が食べたそうな顔をして、うん、こっちを今目が合った。やっべ、これ何味か全然わかんねえ。これすっげえ。あ、それバズラマンねえじゃん。バズラマンないじゃん今。普通にうまいやつじゃないですか。生ハムポテトサラダ、ラーメンだよ。今でもパズドラマンチョコ単品で食ったけど、結構単品うまいよ。あ、なるほどなるほど。チャレンジして、うん、結果、うん、混ぜない方がうまい時もあるよ。そこはやっぱり僕たちの勇気みたいな、探求心みたいな。あ、ここにね、飲食業をね営む両親を持つ娘が一人いる。あー、プロの。プロ飲食店の娘。もう生まれた頃からご両親が飲食店を経営する。でも、ね、ナポリタンとか作ってるらしい。あ、うん、アラビアータ、アラビアータミックスジュースとか知ってるかもしれない。あ、美味しい、うん、美味しいとこ、美味しいとこ食べたことがあるかもしれない。うん、うん、もしかしたらもうメニュー開発としていってるかもしれない。机の上ぐちゃぐちゃ。はい、どうぞ飲みください。ボールマリア崩さないで。いや、ボールマリアが結構先、あの巨神兵じゃん。巨神兵のままのやつ。3000個あるらしい。何やってんすか。え、マミちゃん買いすぎてセールしてんですよ、これをみんなに買ってくれっつって。買いすぎちゃったの。買いすぎじゃないですか。3万個くらい捨てなくちゃいけない状態。賞味期限が来て売り残りそうになったの。この販売予測だとバカみたいに買った。伊沢か。
ただ認めたのは僕だよ。で、セールするからみんなに様々な食べ方を提案することで、今私たちがいろんな食べ方で食べたけど、うん、ベストは、うん、生ハム、ウエハースに生ハム、クリームチーズ、蜂蜜、商品開発、我々の商品開発だから、生ハムもクリームチーズもちょっとベタベタしてるから、うん、あのちょっと直接あの私たちがほら触るとほらちょっと汚らわしいからあのご本人様にさ直接そうだなお皿来るから、お皿私みたいなどこのマナーと正しいっすわ。嫌だからさ、私がまみるとんだったら嫌だって。確かにそういうのはっきり言った方がいい。え、あんたたち作んのって言った方がいい。あの直接触れるのやめてもらっていいですか。すごい、もう2枚でも3枚でもいっちゃって。いや、まずこのウェハースに生ハム乗せるっていう、メロンと生ハムっていう感じだよ、うん、かつチーズな、あ、違う違う、蜂蜜な、それもこれ以上はハミルトンさんがちょっとオープンして、あ、チーズ食えない、食べない系、ポテサラ、あ、ポテサラ、チーズ苦手、え、ありよ、プロセスチーズ的な、プロセスクリームチーズ、プロセスチーズクリーム的な、クリームチーズです。いや、チーズオンチーズ、滑らかなチーズ、あのじゃあヨーグルト自宅にあのパズドラマンチョコとこのクリームチーズと生ハムがあったらもう あれ突如としてあのパジャマパーティーが始まる。サンドあれサンド、そんだけ、あサンドは怖いいや本当に、じゃあこれで一回と、ポテサラはやめた方がいい、これで一回と、まずくまずくそれで言ってないと、それで言ってない俺僕らまだそれでは言ってない。これだ。リアクションが全然わかんない。そうです。いや、結構美味しい。あれ？お。あれ？なんか生ハムはちょっとしたアクセントに消え、砂糖なんかポテトをなんかソフトクリームつけて食べるみたいな、しょっぱさ、甘じょっぱさみたいな。スイカと塩。うん。塩スイカ。完璧だね、うん、完璧だ、証明できた、うん、証明できた今、チーズいらなかった、皆さん合点いただけますでしょうか。村先生、はい、最後まだこれ多分責任取り切れてないっていう自信があるんです、この動画でだから皆さんのおすすめレシピをコメント欄に書いてもらって、それをもう一回リベンジして我が社の自分たちのやったことに対するみんなと一緒にそれを楽しもうっていう気持ちをやりましょう、再認識した、早い、うん、だ皆さん、ありがとうございます、うん、皆さんがパズラマンチョコとこれ食べたら美味しかったよっていうコメントをもらって、もう一回帰ってくるよ、確かに試してほしい、これはこの壁はまた帰ってくるよ村井先生みんなに買ってもらうまで、僕たちは何回でも再現レシピをやり続けて、みんなもういいっていうまで再現レシピをやり続ける。よし。で、3万個売って、すごいノベルティを。すごいノベルティ。8月 にストアでニコ生でもやろう。再現レシピで。ストアでニコ生やろう。はい、パズラマンチョコで。チャンネル放送でいいからやろう。あれあれこれやるの。ギネス作ろう。はい。おー。1日100枚食べたっつって。いや、みんなで食べた一人で食べるのは背負わねえ、これいや、みんなでな、もう、だってさ、ほらこうやって、横になって、あるよ、行くよ、うん、存在感あるよ、ほらあ、パズラマンチョコ入ってる、パズラマンチョコだ、だって、ここに、このお肉、去年まで乗らなかったもん、私だってほら、こうしてこのあれ、マミトン2枚目いってる、すげえ、意識だけ、ほら、これあ、それパズラマンチョコじゃん、これ5キロ、うん、パズラマンチョコ、パズラマンチョコ、あ、これ減ら減らしたくてしょうがないもん、これ2枚いっていただいて、全然もう、ダボ、ダボ、ダボ、全然ダボ、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 マミルトンその、ウェハースチーズ、あ、ハム、ウェハース、ハム、ウェハース、ビッグマック、ダブルチーズバーガー、ダブル、ノー、これがこんぐらいがちょうどよかった。なんか一枚下でピロピロしてますけど。マメルトン先生、これもあるよ、これも。
ハムバニラ。バニラ。Yes, yes, 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 yes. Yes. バニラ。ウェハースハムバニラ。Yes, バニラ。皆様、では引き続きよろしくお願いします。お願いします。コメントお待ちしています。あと概要欄にリンクございますのでどうぞ買ってください。でコメントください、はい、これがいいよって。そうでこれを食べてね、うまかったら本当にうまかったって言ってください。はい、マックス村井チャンネルでは異例の動画になりましたね。でもかっこいいよ、ほら見た、見てみ自分ほら、すげえ装備してるよ。かっこいい、すっげえかっこいいよ。し以上やろう。リオナリ映ってないし、掃除機かけよ。もうさ、広いからこのウェハースがさ、子供の家だよね。すげえいい動画になりました。すっげえ子供の家だよ、ま、だリベンジしよう。バームクーヘンだいぶありです。面白かったでしょ、うん、本当ね、これ挟むしかないって思ったんですよ。絵も良かったし、味も革命だった。そうそう、ちょっと分かってくる。すごい嫌だな。